イメラジオ第3742回、今日は令和4年6月7日火曜日です。時刻は午前7時、横浜港北、朝が来ました。昨日降った雨が上がって、遠くがとってもよく見える、そんな景色となりました。港のランドマークタワー、ベイブリッジがくっきり見えますね。普段はぼやっとしか見えないんですけど、雨で空気中の塵が流されたようです。梅雨に入ってもうずっと雨なのかと思っていたら、こんな晴れ間、今日は暑くなりそうですね。さて、3742回目、今回は参政党ドタキャンの真相、こんなタイトルでお話ししましょう。参政党ドタキャンの真相。公開討論の前日になってドタキャンする参政党、ああこんな政党ダメだねという、そんな放送を昨日して、そして寝てしまいましたが、チャンネルさくらの水島さんが上げてらっしゃるようですね、そのいきさつを。で、私もそれは聞きました。で、今回お話しいたします。で、幸福実現党にも声かけてたということですね、水島さんは。けれどなんかお返事が来なくて、で、お返事が来ないから、じゃあもう幸福実現党さんお忙しいようで結構ですというふうに反応したら、お二人出しますと、けれど時間が合わないのでどうのこうのという、そんなお話でしたから、まあそれなら今回はちょっと遠慮させてもらいましょう、つまりやめにしましょう、幸福実現党さんは、という、そういうことだったようですね。ですから幸福実現党にもお声かけはして、そしてしばらく返事がなかったんだけど、なんかちょっとその気もあったようですね、今回参加するのに。ただしまあそこでも、じゃあ幸福実現党さん結構ですっていうふうに水島さんが言ったのは、まあ3つも党揃えばですね、つまり国盛と参政と NHK と3つも党が揃えば、まあ成立するかと、討論はと。けれどその1日前になって、つまり昨日ですね、参政党の松田さんの方からなんか出られないと。で、やっぱり理由はよく分かりませんがと昨日夢ラジオで放送していましたが、やっぱり理由は黒川さんの公開質問状、まああれが誹謗中傷に見えたんでしょうね。で、そのようなお方々と同席はできないし、で、そういうところに出て行って討論でもしたら参政党のイメージが下がるんだとか、まあ、確かにね、NHK 党は立花といい黒川といい下品なんですよ。それはもう最初から分かってることでした。もう NHK 党はこの前出て行った上杉も下品、今いる立花もそう、黒川もそう。まあそれが泥臭くて、一種 NHK 党のなんか奇妙な魅力にもなっているのかもしれません。根強いファンがいますよね、 NHK 党は。で、たまに聞いてると面白いなっていうことも言うので、まあですからその下品さをですね、まあ私は目つぶっとこうとは思っているんです。ところがまあそのトーンで、その下品なトーンで非難されたと思った、そういう参政党からするとですね、嫌よと。ただし、昨日も話しましたけど、政治家っ
て四面楚歌でも声張り上げなきゃいけないんですよ。それは周りみんながヤジを言ってきても声張り上げて負けずに自分の意見言うのが政治家だと私は思う。去年の武蔵野市のね、外人にも投票権与えるみたいな条例で、国盛の本間さんとか、梓さんとか、女性ですよね、お方々が行って、で、凱旋したら、辺りぐるっと反対派の、ね、人権派と言いながら暴力使ってくるというすごい人たちですよ。人権派の正体、あれですよ。ぐるっと反対派が取り囲んで猛烈なヤジやってましたね。あれ映像残ってて今でも見れると思いますよ。でその猛烈なヤジ、で淳さんには暴力まで振るってきたようですよ。その中で女性がね、お一人でマイクってこんな条例はダメだっていう、あれこそ政治家の姿だと思います。ああいう姿で命かけてると言うんだと思う。俺、参政党の人って命かけてとかね、もう危ないのは承知でとか、大和魂でとか、それでたったこれくらいのことでプイーとかって、ちょうどもともと学校に行きたくない子がさ、ちょっとなんかあったから、あ、これで理由ができたって言うんで、プイみたいな、学校行かないみたいな、似てる。あれ女子高生がもともとね、反感持ってたのが、ちょっとなんかあったから、もう絶交とかやってるじゃないですか。あ、そっくりですよ。いろんなとこに電話して、ね、メールもして、連絡もつけて、そしてオーガナイズしてるのが水島さんなんでしょ？で、1日前にそれを嫌だって言ってくるかってことね、普通。我々の日常生活でもどうです？1日前または当日にドタキャンするやつってもう信用しないよね。何かよほどの理由がない限り。例えば交通機関が止まっていけないとか。あるいはもうね、もうぶっ倒れてしまいましたとか、なんならともかくですよ。いやーみたいな、やんめぴんみたいな。そうですよ。参政党やんぴっていう、もうサークルのノリ、あるいは文化祭のノリですよ。で、不思議なのはこんなことやってる党に、ほら、党員がいろいろ集まってお金も集まるっていうんだから、まあそれはね、例えば公明党を支持する人もいれば自民党を支持する人もいるっていうことで、まあそういう方々もいるといえばそれまでですけど、まあそんなの保守でも何でもないと思いますよ。保守だったら出てきてですね、そしてその日本を守る思いをね、さまざまなレベルで、国防かもしれない、文化かもしれない、経済かもしれない、それを述べて、そしてそのイチャモンつけてきた黒川にも論破するぐらいの勢いで来なきゃいけないのに嫌だみたいな。なら水島さんも呆れて、日本に新しい流れを作るといった政党の現実がこれですみたいな、まさにその通りですよ。で、多分だけど水島さんは、ああこれで一緒にしてくれるなっていう自分たちの主張が、まあ、一定程度形で示されたぐらい思ってらっしゃるでしょう。いや、私もそう思いますよ。最初はなんで水島さんがそこまで参政党と一緒にされるのを嫌がるのかなと私も思ったんですけど、まあこの辺の一連の出来事はある程度水島さんには分かってたんでしょうね。神谷さんの交友関係とか参政党の体質とか、そこに集ってる面々の、まあバラバラ加減というかですよね。だから私もこれまで参政党の
主張ってほとんど聞いてこなかったんですけど、まあ聞かなかったのは正しかったなと。まあ、ちょっと聞いてわかるじゃないですか。その、でも、あ、これは聞く必要ないで、普通ですよね。あ、それは正しかったんかなと思いますね。逆にこんなの喜んで毎回聞いてる人たちってどういう了見で聞いてるんだろうと私は理解できません。思いませんか、参政党支援者の諸君。言って論破してほしいと思いませんか。なんかいろいろ下品にイチャモンつけてきたわけだからさ、 NHK 党が。言ってそこで「おい黒川と何言うてんねん」と。お前の主張には A、B、C、これで反論するぞってやっていけばいいんですよ。それをしない。だからむしろこれでイメージダウンしたような気はするんだけど、ただ世間の人ってやっぱりなんか喧嘩っぽいようなことしてるのがダメって思うんでしょうね。今の日本人はもう頭パーで議論とかディベートとか全く免疫がありませんので。なんか喧嘩っぽいことしてるとダメだって思うんでしょうね。だからそれでイメージダウン。本当はああいう場所に出ていかないことが、1日前にドタキャンすることが最大のイメージダウンなんだけど、まあ、そういうことは通じる日本人もいない。学校でね、ちょっと話が変わるけど、英語の授業でディスカッションとかなんとかってで、ね、高校でも大学でもやってるらしいけど、何にも機能してないのがこれで分かりますよね。あ、機能しませんよ。英語も身につかないよ。はっきり言うと。だから自己満足なんだ。教員とか学校のね、ディスカッションとかディベート。そのディベートのその、なんていうかこう、魂みたいなもの。それだけでも身につきゃ、意味があったってなるけど、衆運じゃないですか。同調圧力、若者の間もすごいよ。で、そういうことばっかりやってて、英単語一つ覚えないから、結局、ベラベラ喋るけど、その単語や文法むちゃくちゃみたいな、そんなんばっかり生産されて、でしょ？だから帰国生とかのレベルももうそのレベルなんですよ。何やいろいろぐちゃぐちゃ英語っぽいもので喋ってるけど、その英語そのものも中身もメタメタみたいな。だからまあそんな日本人にとってはこういう議論とか論争っていうのが、まあそもそも良くないもので、そうではなく、もうその場にいるみんなが、あ、そうだね、パチパチパチみたいな、こういう場所が気持ちいいんでしょうね、多分ね。で、そこからは何の発展もないし、成長もないと私は思います。ですから今回の保守における討論っていうのも、一つ成長の小さな一歩にはなりうるんかなと思ったけど、やらないと、やりたくない、行きませんって言われたら、もうどうしようもありません。なんか文化人放送局っていうチャンネルがあって、ここも私はほとんど見ておりませんが、まあ、そういうところで今度は NHK 党のけた国盛 VS 参政党の討論があるとかないとか聞こえてくるんですけど、どうでしょうね。なんかまたドタキャンするんじゃないかと思うし、たとえやるとしても。なんか無理じゃないのっていう気はしますね。もともと参政党って国盛と論争したら負けそうじゃないですか、どう見ても。で、負けそうなのにそれでも来るっていうから、わあすごいな、偉いなと思ってたら、案の定適当な理由つけて来ないみたいな。だからなんか他にも他のチャンネルで、やるだかやらないだかって聞こえてきますけど、どうせやんないんじゃないのと私は思っていますね。で、もしやるんなら見ものですよ、本当に。まあ参政党の方々はね、まあ何かしらその魅力感じてそこに集まってらっしゃるんでしょうから、それに水かけてね、なんていうか、そういうことをまあする必要はないんですけど。今回みたいに一旦やります、行きますと言ってて、1日前にやっぱりやめました。こんなの政党以前の問題でね、思いません？そんなやつと付き合わないでしょ、皆さんだって。
サンセットの諸君聞け、そんなんと付き合うのか。当日、あるいは前日になって、みんな他の人も巻き込んで何かしらスケジュール立てたら、俺やめた、みたいな。それですよ、サンセットがやってんのは。イメラジオ第3742回、今回は参政党ドタキャンの真相、火曜日の朝です。